はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますが、ちょっと最近ね声がね似てるっていう声優さんがいてね、鬼滅の刃のさ、あの蜘蛛の兄ちゃんだったっけ、ちょっとキショいやつあのキショいやつにさ、あの声似てるみたいな、逃げても無駄だぜみたいな、言う人意外と似てるみたいな似てるかなもう一回言っていい、逃げても無駄だぜマリオ、ちょっと待って、逃げても無駄だぜマリオ、ちょっとうわ、ファイヤー欲しかったな。これ一回この何このスピードアップ乗っていこう。スピードアップ乗ってってこのまま走っていきますね。これが熱い。もう一回スピードアップないから、スピードアップあればねもう差つけれるんですけど、うわこれでも結構激アツじゃない、このままゴールあったどうもありがとうございます。レイブを背負って、だってあのキノピコちょっと背負っていってみる、背負ってあげる、背負ってあげる、おっ、おとなしくない、ちょっと背負ってあげるって、ちょっと全然嘘ついてんじゃん、ちょっと待って、おっ、おとなしくなったね、僕に身を任せてね、おっとここでオッケー、いやこれワンチャンあるよ、オッケー、そしてクッパ、クッパじゃねえや、これモートンだったっけ待ってそんなとこ出てくんの、それはわからないって、ここキノコじゃねえや、ここの鍵手に入れたら土管がいっぱいあるのか、多分次土管がいっぱいあるところにね多分出てくるんですけどね、さあここで一回倒しておこう、せめてあと一回、ちょっと待って、うおルイージ邪魔くせえな、このルイージ、そこにいるおかげでさ取れねえじゃねえか、ファイヤーボールが、ファイヤー出ねえの、ちょっと待って、マジルイージ邪魔、ちょ、ま、マジルイージ邪魔、うわ上あぶねえ、オッケールイージそこで固まってな、ええー、うわまたいるよレイムを背負って。うわあのレイムを背負ってちゃんね、あの背負っていきたいんだけどなかなかね言うこと聞かないんですよ、おとなしくなんないかな、ちょっとおとなしくさせよう、今度マリオだったね、で僕ルイージでしょ、兄ちゃん兄ちゃんちょっと待って、兄ちゃんおとなしくして、うわこれ下から行こう、これ下がワンチャンあるんじゃない、ねちょレイムちょっと待ってくれレイムでもさこれ下からと見せかけて上が意外とね成功だったり、頑張りましょう一人でも4人でも遊べるアスクレテッドース、これマジ見たことある、きっと知ってると思うんですよね、ここカト一番下行きます、私一番下行きます、はいよし、緑ゲット、緑ゲット、ちょっと待って、はっ、いや、え、待って、助けてキノピコ、キノピコ誰だ、キノピコレイモン背負って、またお前か待って、マリオお願い、マリオもう僕どうにもできないんだって、いや、やり直しすればいいんだけど、マリオ誰、あるわ、あなたもですか、あなたもかい、ナイスーマリオ、ま、あのマリオに感謝だね、あのレイモン背負ってにはマジで負けないよ、ほで、ここで左、オッケー、マジ負けん、ジャンプ、よし、レイムマジ負けない、オッケーオッケーオッケー、このままジャンプ、よし、オッケーオッケー、頑張って、むずけこれ、ほ、よし、オッケー、レイムに勝ったらいい、もうね、気持ちはレイムに勝ったらいい、そしてあのマリオ、うめえな、マリオには負けてもいいで、ほ、で、ここで左、ほ、うまくいこう、ほ、うまくない、このジャンプ、そしてここでキノコか、オッケーオッケーオッケー、で、どんどん上、上がっていこう、よし、で、次は、これね、左ね、よし、マリオ早いね、マリオもう1位か、で、ここで一番左の、次、右、よし、で次、うわこの土管に入る感じで、やっとレイブを背負ってからもう逃げられたね、これ最初行きたいね、待って、キノピコ強欲、あれ知り合いですか、あれお知り合いですかなんかみんな蹴散らして僕だけ先に行かせてくれてるみたいな、そういう優しい人でしかったけど、これルイージ取るでしょ、ちょっと待ってくれ、ルイージやられた、オッケーナイス、待ってキノピコ一緒にゴールしたかったら、いやこれ一緒にゴールできないやつでしょきっと、まあそれは分かってるんですよ、ちょっとラグいって、ちょっと待って、これはここのこれ乗ります、でこのまま右行きます、オッケー、あのキノピコのなんて、あれを無駄にしない、うわー待って、ほんとラグ、やめて、マジでやめて、ちょっと待って、これほんとラグ、よし、オッケー、で、このままオッケー、ジャンプ、よし、やった、これキノピコのおかげでしょ、ありがとう、どうする、ウッキーマン、あ、ウッキーマンって確かなんか聞いたことあります、確かリスナーさんでしょ、富岡見てるか、富岡って義勇かな、義勇、さっきなんか鬼滅の刃であの蜘蛛の兄ちゃんのね話したんですけど、富岡って確かさ、なんだったっけ、
名言。なんだったっけ、なんかわかんねえや必死で思い出そうとしたんですよ。なんかあったじゃん、めっちゃなんか名言みたいなのが。確か炭治郎に言った言葉、まあ、なんかあったじゃんね。まあいいや、そんなことどうでもいいんで、このまま上行きますね。これ上行けないの？うわ、上行けそうだな。これさ、猫かなんかあるんじゃない？ハテナブロック、ここ猫ない？もうあった、よし、これ激アツ、マジでアツい。オッケーオッケーオッケー、やったよし、このままジャンプ、うおーい、ちょっと待って、いける、まだいける、はい、あー、思い出した、てかググった、生殺与罰の剣を他人に委ねるな、これ絶対3回言ったら噛みそうだよね。生殺与罰のためで、もう1回目で無理だったわ。うわ、これどっちから行く、これ下から行く方がなんか正解っぽくない？僕下から行くね。うわ、上連れて行かれた、あ、待って、うわ、これ下行った方が良くない？何これ、え、うわ、これなんかさ、キラーと共に行けみたいな感じじゃないの？そこで、そこでガシャってガシャって、待って、みんなここでもうゴールある感じ？多分ね、キラーと共に行かないけんみたいな感じだと思う。やっぱりそうだね、いや絶対そうだと思った。もうキノピコを持っていくんだから。待って、ここでキラーはいないもんな、もういないよ。これ下降りる、一回下降りよっか。下降りて多分ねやられると思うんですよ。ちょっとみんなでやり直す、やり直そっか、スタート、いやね、みんなでやり直しよ。あとキノピオだけでしょ、キノピオお願い、お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、お願いしてんじゃん。うわ、なんか出た、あ、なんか出た、うわ、熱い熱い、これ熱いよ。このプロペイラーでもしかしたら上からいける、こういう感じ。ダメか、いやでもまだわかんないよ。もう一回戻って、そう、ここに戻って、そう、キノピオ、それが多分正解、多分これでいいでしょ。ここでうん、あ、見て見て、なんかさ、下にキノピコいるね。ちょっと攻撃してみよっか、こんな感じでいって、ふい、あよし、それじゃあこれでラストバトルにしますか。オッケー、一番最初いけた、ピョンチュー、待って、危ない、飛ばないでね。オッケー、でこれ上で壁ジャンプしていきます。いや、うまいなかなかうまいじゃない。でこれも壁ジャンでしょ、でこのまんま、うわ、どっち、で左で、なるほど、どっかで鍵取ってこいってかうわ、これ5個集めろっていうパターンね。じゃあ僕集めてきます、で一人で集めてきます。今何個、今3個ぐらい集まったでしょ。あと何個、うわ、ちょっと待って、これもうそろそろみんな集めそう。ちょっと右戻るね、ここがいいと思うんだよね。だからあのキノピオが来るのを待っておきます。はい、よしよし、うわ、じゃあ邪魔くせえ、じゃあ待ってくれ、じゃあ待ってくれ、あー、待って待って、まあ、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。